宮迫博之、有言不実行元相方ホタル、原徹や出川哲朗らにクレーム、いつになったら訓練お前。元雨上がり決死隊の宮迫博之、54?が19日までに YouTube チャンネルを更新。元相方のホタル、原徹、56、に物申した。ホタル原は12日放送のフジテレビ系、トークバラエティ番組、酒のつまみになる話に出演。同じく出演者の霜降り明星、粗品が、YouTuber、おもんないと発言したことから、宮迫の話題になると、ホタル原は、宮迫の話何本かは見たことあると明かし、俺が見たやつは普通にトークしてるやつやったから。加藤浩次と喋ってるとか、普通にトーク番組としておもろいなど、笑い声を出すとかの笑いでなしに、興味深い話をしているってこの面白さと説明していた。宮迫は自身の名前が挙がった同番組の内容に触れつつ、これだけちょっと言いたいと切り出すと、いつになったら牛宮城訓練お前、おい。と、自身がプロデュースする焼肉店に来店しない元相方に激しくクレーム。くるくる言うて、アメトーーク。でも、出川、哲朗と一緒に来るみたいなこと言うて。ほんで、出川さんも来て変やないかい。とツッコミを入れた。その後も、デビープジンなんかも来てくれてるぞ。お花だけくれて、なんで来てくれへんねん。焼肉好きなんやろ、なんやねん。と、ぼやき続けたが、はあすっきりしたと気が晴れた様子。お忍びでいろいろ有名人の方、来てくれていますし、予約取れます。どうせ予約取れないって思われて、たまに席が空いてしまっていたりするんで、ぜひ来てくださいと呼びかけた。